許してくれ、ジム。嬉しいな、白金があんなこと言ってくれるなんて。ナルミ兄ちゃんのこと忘れられたのかな。ただいま帰りました。お帰りなさい。お坊ちゃまは？あら、白金さんを迎えに行ったのかと。悪いね、坊や。私はこれからあんたを殺さなきゃならないのさ。いろいろ文句もあるだろうが、生きていたいのに死ぬ子もいるんだし。ね。僕ね、こんな時がいつか来ると思ってた。だから決めてたんだ。泣き顔は絶対に見せてやらないってね。お坊ちゃま！あんたは！ビルマ、あなたなのね。私も驚いたよ。昼間のクラウンが私のターゲットのボディーガード、しかも人形使いだったなんてね。ターゲット、あなたは殺し屋なのね。お坊ちゃまの兄弟からの依頼。ビジネスでさ、言えないね。もしかして動物園で仲良くなった人ってこの人なの？でもこの人は。お下がりください。残念だね。友達になれると思ったのに。おかしいね。見たところあの子にバックはない。ならあんたのキャラはどっから出てるのさ。まさかただってことはないよね。白金、黒のビルマの流星は弾丸よりも早いんだ。まだ操れるっていうの？白金。大丈夫です。お坊ちゃまに危機がある限り白金は決して膝をつきません。あんたのショータイムは終わりさ。とっとと眠っちまいな。お坊ちゃまを害する者を私は許さない。普通じゃないね。狙うんなら僕を狙えばいい。お坊ちゃま、僕は初めお姉さんが本気で僕を殺す気はないんだと思ってた。ナイフが上手なのに2回も当てなかったから。あんたを怖がらせて逃がさないためさ。殺すのにそんな無駄なことしないでしょ。だから本当はいい人だと思ったんだ。でもこんなにやるなら本当に悪い人なんだね。そんな目で見ないでおくれ、ジム。ギャラがどうとか言ったわね。教えてあげるわ。何もいらないのよ。お坊ちゃまをお守りできれば、お坊ちゃまがご無事であれば、私のこの体は明日さえ欲しがらない。しょうがない、知らないで。今救急車を。ご覧ください、傷が。なんで？白金は特別な命を持っておりますので。参ったね。ターゲットを攻撃してたのがモンスターだったなんてさ。でも私も引き下がれないんでね。ハレルカン！やめて、死んじゃうよ。いいのです、お坊ちゃまを守れるなら私の命くらい。ダメだよ、僕が白金に来てもらいたいんだ。言ったじゃない、僕を守って人間になるって。だったら人間になるまで死んじゃダメだよ。生きて。何の話だ。でもジムと同じこと。ジムが苦しんでるじゃない。高い金取ってあんたら一緒は何やってんだよ。お姉ちゃん、パパが言ってたでしょ、芸人はお客の前では怒っちゃダメだって。だからお姉ちゃんの芸見せてあげようよ。
ダメだよ。僕が良くなったら一緒にやろうって言ってくれたじゃない。ジムとビルマのワイルドウエストナイフショー見たいんだよ。僕も最後に。大丈夫、黒のビルマの流星は弾丸よりも速いんだ。ごめん、また。アツシ